目指せスーパービスト。はい、スバルさんで、マスクケースですね。それとあとこのエコバッグをいただいてしまいました。今日はねちょっとこのマスクケース、すごくね本当に助かるなという、でこのレボーグをね使っていけるなという本当にいい感じです。それとあとこのねエコバッグ、これはもう本当にあの今コンビニに行ってもなかなか袋を買うこともないし、なかなか買うのもったいないんで、いつも袋 STI の袋を持ってたりするんだけど、こうやってスバルさんの袋もらっちゃうと本当にね嬉しくて、もったいなくて使えないんですけど、まあでも使わないと意味がないからね、ありがたいです。それとあとでスバル先進体感市場ということでね、あのプランフレットいただきました。裏の方は、リアルに、体感市場するとこうだよという、スバルの車がどうして安全なのかということが書いてあります。後でね詳しく書けたらと思ってます。はい、じゃあということでですね、マスクケースとご紹介したいと思います。まずマスクケースね、こんな感じで僕は、入れました。ここ開けるとね引っかかるようになってます。マスクね何枚、今3枚だけど結構入りそうかな、こんな感じですね、マスクケース。はい、それとあとはこちらの方ですね。ということで、僕これ体験してきてみたんですけど、本当にですねVR で本当にレボーグに乗ってるような感じをね、本当にこの写真に乗ってるような感じですね。こういうふうに VR かけるとこういう、視界がですね広がりまして、でこれで見ることができるというアイサイト X がどのような作動してくれるのかっていうのをここで見ることができます。はい、試乗前にチェックとかね、疲れないをサポートする機能、慣れない高速道路の時は、車線の真ん中をキープしてくれるとか、うんざりする渋滞の時、前の車についていき渋滞してもハンドルアシスト、そしてね、見えづらいところはセンサーが教えてくれて安心するんですね。不安な車線変更の時ですね。そして、危ないもしもの時はブレーキ制御を行い衝突回避をサポートということです。でこの次はもう反対側になるんで、ここでちょっと反対側に一応進化体感市場リアルということでね、今度はスバルのこだわりを全身で体験、スバルのこだわりを全身で体感、その進化は期待を超えるということでですね、4つのポイント、こだわりの視界設計、広々視界で安心安全、交差点で曲がるとき死角が少ないからよく見える、まっすぐ走ってる時も抜群の直進安定性だから全然疲れない、カーブで曲がる時も思いのままに曲がれるから楽しい、スバルの車がすごいわけと、本当にね僕すごい本当その通りだなと思ったんですけど、フォレスター乗った時にですね本当に視界が良くてよく見えるんですよ。だから安心して運転できるという、水平対向エンジンシンメトリカル AWD スバルグローバルプラットフォームということでですね、思いのままに操れる優れた走りを生み出すテクノロジーということでですね、このマスクケースはちょっといつまでやってるかわからないんですけども、 VR の体感市場の方は、まだやってると思いますので、皆さんスバルに足を運んでいただいたら、体感できます。ぜひ遊びに行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。